はい、どうみさんこんにちは。今回戦の裏分ければ、まあ3日間回戦ね、前回の動画の、続きになりますが、まあ一応ね、一番最初、どこでやったんだっけな、まあどっかの開催、川崎裏使って、まあ副賞の的中率、死者誤入して2割いかなきゃ、プレゼント企画しますで、まあ2割いかな、いって、で、前回の浦和と川崎のね、ちょうど1週間分、まあ7日分の開催で、まあ死者誤入せずにってところで、まあ綺麗に8戦4勝ってことだったんで、まあ今回はね、浦和で勝負していきたいと思いますが、先に言います。銀ちゃん出ます。まあ、出ますって言ってもまああれなんですけど。ね、これね、俺ツイッターの方に出したんですけど、てっきりね、JR 交流の方また賞金目当てで行くのかなと俺思ってたんですよ。そしたら今回戦なんとこっちになりました。こちらでございます。月曜日のね、ちょうど真ん中の日か。まあ開催2日目。第11レースメイン競争、夏休みシリーズ鈴鹿特別 B2 2組と B3 1組のサラ系一般競争でございます。まあ、銀ちゃんの賞金がね、今1060万なんで、まあ、この下半期 B2 に上がるのが、残り40万なんですよ。だ本当にね、5着にさえ入れば、あ、まあ、5着じゃない、まあ、3着に入れば、まあ、52万のはずなんで、これ賞金が。まあ、本当だったら JR コールの方が良かったと思うんですけど、まあ、今回 JR コールもなかなかのメンバー来てるんでね。まあ、とりあえず、まずね、2日目の、まあ、メインレース除いて、まあ、ちょっとね、全、60レースかな。でも確か初日が浦和とのリレーか、大井とのリレー開催なんで、ちょっと、あ、減らねえのか。今回大井がちょっと騎乗性いるみたいですね。全60レース行きたいと思います。まず初っ端から行きましょうかね。一番下どれだ？これか。まず初日、3歳1レース。3歳戦の1レースから行きましょうか。まあ、これまず夏用のあれですね。ちょっと待ちくださいね。これメモってかないと俺が忘れるんで。まず金曜日に、こちら夏用のあれと。そして2レース飛ばして、まあ、ノーブルタイタンちょっと気になるな。ほんと、水野長久心のところの、まあ、意外と頭の中入ってるんでね。まあ、ただノーブルタイタン7月16日からなんで、まあ、約1周なんですよね、みんな。まあ、これ南関東の競馬場どうやって開催ルール決まるか俺知ってるけど、あんまり言いたくないんで言わないんですけど、ちょっとローテーション的にきついんでね、まあ、ちょっとノーブルタイタン飛ばすか。で、3レースに関しては、まあ、飛ばすとして、4レース唯一名前知ってんのがバカのボラセーラ。これ川崎だっけ？あ、浦和の馬か。あ、前走5着5着。無理でしょうね。そして5レースが、まあ、ブルーサファイアがどこまで行けるかか。全然無理だね。そうか、2着になったの3月だったんだ、あれ。じゃ、飛ばして。で、こちらが JRA 認定狙う、レースか。全部で20頭エントリーしたんだ。ただ今回当選が、まあ一応4頭来たのか。まあどうなんですかね。俺わかんないけど。で、7レースが、まあこんなもんか。で、8レースが、こんなもんか。9レースが、こんなもんかな。で、10レース、特選サマードリームリレーイン浦和賞 C1、4組戦。なかなかいい馬いねえな。まあブリッジシップがいるけど、まあこれ飛ばして。で、こっちのメインレースにはスピーティーズがいるんだ。まあ一応今、これ現在で15頭なんで、まあフルゲート浦和確か14のはずなんで、1頭除外か。あ、違え、浦和のフルゲート12だ。そうだ、大井が16？川崎船橋14だから浦和12か。12だから3頭除外か。まあちょっと気になりますね。そして12レース、大井バトンタッチ、朝顔特別 C1、サラケ一般競争。まあ、強いて言えば勝つかもか。ただちょっとオルデトワールの直近の成績気になるの。うわぁ、ダメじゃん。赤岡正直乗ってダメか。じゃあ終わりだね。そして、まあ、工藤調教師から第一か。まあ、ただ金層ちょっと振るってないところか。それ以外でいくと、まあ、プリモか。あ、ただプリモもちょっとダメか。まあそんなところかな。そして火曜日、まず先水曜、3日目おらすか。3日目の火曜日行きます。新馬戦が2クラ、6頭立てと6頭立て。まあ新馬戦俺知らないんでごめんなさい。そして3歳戦、こちらに、大穴かも。本当に大穴になるの？ならねえじゃねえかよ。まあファシロマニエか。唯一言えんのが。あ、ただダメか。
まあ大穴かもより下か。あ、ダメじゃん。ブラックオリーブに負けたんじゃ終わりじゃん。はい、次行きましょう。次が4レースに噂をすればブラックオリーブか。まあブラックオリーブもね、今は捨てられてっつっていいのかね。まあ馬の主変わってるんで、まあどうなるか分かんないですけど、一応火曜日にブラックオリーブ推奨しよっか。まあおそらくナチオナルと勝つかもで勝てばブラックオリーブで1敗してもどうにかなるんでね。まあとりあえずブラックオリーブ推奨して、ただ1頭除外になるのがこれかわいそうですね。で5レース、まあこれそんなにいいのいねえか。で6レース、うん、いねえなあんまりいいの。7レースがまあノースハーモニーか。ああ全然ダメか。まあワンダフルワンダー、これもダメだね。アイアムヒラケゴマが出た時3着だったからね、ちょっとは期待したいんだけどダメか。そして8レース、C2 戦の一戦が無理だなこれ。まあここ掘れワンワンがどうなるか。ダメじゃん。待って、7月20日でしょ。ああ、まあ中1週、まあ中1週2週か。どうなんのかな。まあ一旦やめとくか。そして9レース、こちら新入特別の、こちらも C2 戦。これは一般か。特別の一般競争か。まあ、ノーブルシリウスが唯一ぐらいか。まあ、ただ、前々走1番人気4着と3番人気8着。ちょっと振るってないですよね。まあ、お兄ちゃんからの移籍馬か。なるほどね。そして10レース JR 交流のマルチヒーロー特別 B2B3 戦。一応、これは多分今全部地方馬かな。まあ、ノーフォロワーとか、おそらく全部地方だと思うんですけど。そうなると、南関東からが西四郎や東か。ってことは JRA から少ねえんだ、今回。まあ、メテオバローズ、タワーオブクイーンが有力どころだと思うんですけど。これは、前走一番人気でぶっ飛んだんだ。見なかったことにして、タワーオブクイーン。まあ、前走逃げ勝ちか。ジョッキーズチャンピオンシップ。ああ、あれか。桑村正明氏のか。まあ、はっちゃんハッピーか。そして11レース、はずき特別、A 逃げ、すげえな。また今回 A 逃げってこんだけしかないの？ちょっと待って、もう一回見てみようか。あれ、これどうやって出すんだっけ？ちょっと待って、一回消して、番組登録は。あ、これか。あ、A 逃げ戦って3日間で1本しかないからこんな混んでんだ。すげえな。スアデラ。スアデラ、そっか、船橋で損ねたもんね。もう俺が名前知ってるところ全部上げていくと、オーズ、キャッスルクラウン、キングミニッツ、クラトリガー、クレバーペガサス、まあグランユニベラ多い来るんで関係ないですけど、まあコスモパープル、スアデラ、竹正メーカー、ハクサンベル、パイロスター、で、まあフラワーオアシスか。まあ、ミスターバッハ。まあ、ただ4着5着とまあまあすかね。まあ、ただ12頭争うのに、1、2、3、あ、違うだ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。全部で53頭か。倍率やば。そして、今回戦裏の最終レースが、立秋特別 C1 戦。まあ、知ってるメンバーでいくと、タヤバーキー、まあ、ブルベアボーラー、プリーズドンテル、ラブミーファルコン、ロゼッタハート。まあ、ラブミーファルコンから行きましょうかね。前走裏は取り消しかも。あ、転入初戦か。まあ、一応初戦って扱いなのか。で、プリーズドンテル。見なかったことにしとこうかね、一旦。どうしようもねえぐらい、今回あんまりいい馬いねえな。マジで待って、たったの3日間で3頭でしょ、今のところ。ちょっと最終日、本当にいい馬いねえな。で、火曜日行きましょうかね。あ、失礼、2日目の月曜日か。2歳戦、こちらが8頭だって、ノーブルトリトンか。まあ、前走4着、安城、滝川樹騎手。勝ったのどうせ当選？
あ、当然、あ、当然負けたんだ。あ、でも、豊昇龍っていうのが勝ったのか。しかも、大差勝ちすごいね。3秒開けたんだ。わー、すごい。2レースが3歳戦。まあ、強いて言うて、ヘリックスブリッジ、白山ウィンクってこれどこだ？浦和か？あ、船橋からの遠征か。まあ、前走4番人気6着。まあ、確かに3番手でガス欠したら、それは差し競馬にもなるか。まあ、ただヘリックスブリッジも最近はね、本当に2桁着順ばっかなんでね。って言いたいけど、そうでもなかったのか。2桁人気って言うべきか、正式には。まあ、これ除外して。まあ、それぐらいか。まあ、ハードパンチャーがこちらも坂井秀光騎士か。大当たり。あんまり当たりたくねえな、そういう勘だけは。まあ、これも除外して。なんか最近ハードパンチャーでヘリックスブリッジと同じレースに出る可能性高くね。こっちが7月16日の浦和の2レース。こっちも7月16日浦和の2レースか。で、ヘリックスブリッジ、ハードパンチャー。2人とも争ってよ。どっちが上位か争うのやめてくんねえかな。そして3レース。まあ、拍手喝采。でもダメか。前走10着と、前々走10着9着か。まあ、無理に、それで飛ばして。4レースが、これは本当に馬全然知らねえな。5レース。まあ、最強神楽。なんとも言えねえ。あと、ま、KT 比なのか。こちらもなんとも言えねえ。待って、工藤調教師からピコタンか。前走、藤田の動き、そっか。この時さ、藤田の動き、全部あれだよな。人気以上の着順で。確かオール掲示板だっけ、この日。工藤調教師の馬。そうですね、全部掲示板ですね。2着、4着、5着。これすごいっすね。ほう、で、追放不得点、裏は5番人気、2着、3番、3着、2着と。ちょっと調子いいっすね。ただ、盛岡1番人気でぶっ飛んだんだ。で、あともう、このレース、水野状況、勝利ね。KT ひなの最強かぐら、ついでに北斗滝を。俺、まあ前走勝ってるからね、推奨したいけどさ。どうなんのかな。まあ、当選が3頭いるんでね、エターナル含め。まあ、これ多いか。じゃ、こっちが浦和か？これも多いか。じゃ、こっちか。あ、船橋か。当選ってそんなに散ってるんだ。ほーん。まあいいや。そして北斗岳の飛ばし6レース。今、パイって C3 なんだ。へえ、そんなに賞金ひどいんだ。どこだ？あ、そっか、パイって一番最初の試合か。そっから賞金すごいね。これが本当のゼロってやつか。あ、でも1回だけ3着あんだ。ドベニンキ3着。これほどの試合きしうまいっすね。ただ900メートル線。まあ、これは賞金ランクガタ落ちになるわ。で、7レースがアイサイティファラ。アイサイティファラ？アイサイショコラか、あれは。そうっすね。おそらくあれ、アイサイショコラ。アイサイショコラ、アイファーショコラか。なんか似たような名前で分かりづらいな。まあ、ツーシーム、東海ソラダ、プリス。まあ、これ飛ばして8レース。まあ、サルガッソ、ピカリンか。なんか浦和の調教師の馬って覚えやすいな。あ、でもピカリン前走吉田目公式して勝ってきてるんだ。へえ、この過酷ローテーションでまあなかなかっすね。んで、あとは、ぐらい、もうねえかな。で、9レース、オッズオンか。久々見たな。オッズオンは、あ、スパット4か。あの時確か町田直樹かまだ。そうっすね、町田直樹っすね。で、その後、まあ、全然ダメか。で、平山調教師から親父の花道。まあ、前走10着か。笠野武宏。確かあれだっけ？笠野武宏騎手、最近あれだっけ？浦和のなんか、あれ、調教行ったんだっけ？なんかツイッターに載ってたけど。ただ、浦和から船橋連投だからね、これ。月曜日から火曜日。そして月曜日か。ちょっときついと思うぜ。何歳馬だよ。4歳馬だからまだか。まあ、パイロ3区。まあ、逃げて4着、2着、3着で逃げれなかったんだ、前走。はぁ。じゃ、今回これ距離いくつだ？あ、戦後だから距離伸ばしちゃったんだ。
すげえ、これこうやって綺麗に見れるんだ。なかなかいいね。ほうほうほう。まあ、KT 石頭は。おー、これいいね。シンボリダムール。ただ前走5着。安城三日本騎士か。で、平山長騎士か達人足。これどうせ橋本直江だろうな。大和ハッスル、海馬雑か中級士から、まあ、石崎俊騎士か。あ、多分おそらくお父さんなのか。金層二倉はお父さんか。ブルーオラリオ。おー、ブルーオラリオ推奨しよっか。これちょっと推奨しとかねえと、頭数的にやべえな。まあ、ブルーオラリオ。まあ、これ、騎士次第ってところありますけどね。で、まあ、ワンダーヘイヒスト。あれは、コウノス日本、あれなんだっけ。コウノス穴祭りか。あ、違った、スパット4だ。あー、スパット4に今回負け組、こう、結構いるね。まあ、おそらくブルーオラリオぐらいか。で、10レースが、いいね。あ、まあ、私来たよか。ただ、あんた来たけど飛んでるよね。うん、前走3番人気9着、山崎誠司騎手。滝川騎手乗るかどうなるかなんだよな。おそらく今月までギリギリきついんだよな。飛ばすか、一旦。で、11レース飛ばして12レース。まあ、シェナビグラスか。サウスビグラス3区。大当たり。まあ、前走6着、庄司大輔、山崎新庄司大輔と。まあ、浦和の四流ジョッキーが軒並み乗ってんのか、秋元康生含め。まあ、そんなにいい馬いないかな。で、12レースが問題なんだよな。これ多いんだよ。11レースか。まあ、一応、アイアム開けゴマ。で、銀ちゃん。で、待って、水野翔吉これ何頭だし？ファビンもいいんじゃん。マジか、結構出してきたね、今回。まあ、フラダリは置いといて、あと水野中級士のところいねえよな、銀ちゃんとファビンしか。まあ一応フラダリも今回は推奨しましょうかね。まあフラダリもね、銀ちゃんに負けてから、まあ意外と成績はいいんですよ。まあバレンタインとか5着か、まあ勝って3着3着で。まあそれでちょっと銀ちゃんがね、JR レコール行って4着4着の、わー、最悪な成績食ってるんで。まああれっすけど。ただ忘れちゃいけないのはね、フラダリ、まあ、賞金もらっちゃってるんで、まあ、B に背負って、今回55キロになるんですけど、銀ちゃん今回 B3 になるんで、おそらく53キロなんですよ、扱いは。だから、滝川受験役者が乗ってくれて、内枠さえ入れば勝てるんですよ。ただ、実戦が、なんと2ヶ月空いております。5月、6月と走ってないんで、およそ2ヶ月ぶりでございます。これ問題なんですよ。まあいいよ、出てきてくれた時いいや。ん？うわ、待って、3ヶ月ぶりじゃん。しくった。そうじゃん。5月、6月、7月、3ヶ月ぶりの実戦じゃん。まあ、ロジータ記念以外、掲示板入ってるってところ考えればね、ただすごいのがね、この浦和の1400のこの勝ちタイム、化け物ですからね。1分29秒ジャスト。これね、今年の浦和の1400のこの3歳制のレース調べたら、勝ちタイム平均して1分32秒ですからね。これ本当に2着の、まあ、よくついてこれて急馬身ですんだよね。まあ、いいや。まあ、それぐらいかな、強いて言うと。だから、今回さ、一応ね、推奨してんのが、金曜日に夏用のアレと勝つかも。で、火曜日にブラックオリーブ。で、月曜日に、船橋から遠征のブルーオラリオとアイアム開けごま。で、地元浦和銀ちゃんとフラダリってところでございます。はい。というわけでね、推奨馬、まあ、一応以上の7頭としておきたいと思いますんで、7頭だから2割だとどんぐらいになるんだ？1.4。まあ、つまり2頭でも払い戻しりゃこっちのもんか。そうっすね。7頭なんで、まあ、最低でもナチオナーレと勝つかもか、銀ちゃんかフラダリ。この4頭、待てよ。ナチオナーレ勝つかも、ブラウオラリオ、銀ちゃんフラダリ。まあ、この5頭のうち2頭でも払い戻しくらいはこっちのもんなんで、一応推奨は今回は7頭にしておきます。一応概要欄の方にね、レース名ちょっとめんどくさいんで、B2B3とね、あと日付とレース名だけ、レース番号だけ振ってね、一応この概要欄の方載せておきますんで、ぜひ見てみてください。というわけで、月曜日、天気が晴れれば浦和に行くか、銀ちゃんのレース映像久々撮るか、どっちかになるかと思いますんで、ぜひ乞うご期待。間違いなく馬券は突っ込みます。はい、というわけでね、この辺で動画終わりにしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。